趣味、趣味はカラオケです。日、休みの日に本を読みます。楽しい、テニスは楽しいです。好きな、スポーツが好きです。嫌いな、漫画が嫌いです。あまり、スポーツは あまり好きじゃありません。どちら、サッカーと野球とどちらが好きですかサッカーの方が好きです。どちらも、どちらも好きです。どっち、サッカーと野球とどっちが好きサッカーの方が好き。上手な、 スミスさんは絵が上手です。下手な私は歌が下手です。まだまだです。日本語が上手ですね。いいえ、まだまだです。習う生け花を習いました。生け花、茶道 簡単な、簡単な絵を描きます。優しい、茶道は優しいですかいいえ、難しいです。難しい、茶道は難しいです。写真、これは家族の写真です。撮る、スマホで、 写真を撮ります。カメラ。これは父のカメラです。絵。素敵な絵ですね。描く。パンダの絵を描きました。美術館。美術館で絵を見ます。 音楽日本の音楽が好きです。カラオケカラオケが好きです。一緒に一緒にカラオケに行きませんかみんなでクラスのみんなでカラオケに行きました。歌山田さんは歌が上手です。歌う みんなで日本の歌を歌います。コンサートコンサートに行きました。クラシッククラシックとジャズとどちらが好きですかどちらも好きです。ジャズジャズの CD をよく聞きます。ポップスポップスが好きです。 ロック、ロックはあまり聞きません。ピアノ、ピアノを弾きます。ギター、これは兄のギターです。弾く、ピアノを弾いてもいいですかはい、どうぞ。映画、フランスの映画を見ました。 映画館、映画館で映画を見ます。始まる、映画は10時に始まります。終わる、コンサートは7時に終わります。漫画、漫画はあまり好きじゃありません。アニメ、日本のアニメが好きです。 ゲーム日本のゲームは面白いですソフトゲームのソフトを買いました面白い昨日面白いアニメを見ましたジョギング毎日ジョギングをしていますスキー 北海道でスキーをしますダンスマリアさんはダンスが上手です泳ぐ沖縄の海で泳ぎました海海より山の方が好きですプール昨日プールで泳ぎました川 この川で泳がないでください。釣り川で釣りをします。登る7月に富士山に登ります。山富士山は綺麗な山です。試合サッカーの試合があります。勝つ ブラジルが勝ちました。負ける。山田さんはホアンさんに負けました。さあ、どちらが勝つでしょうか。さあ、わかりません。強い、弱い、サッカー、野球、相撲、柔道、 テニス、ゴルフ。天気、今日の天気はどうですかいい、天気がいいです。あの人はいい人です。悪い、天気が悪いです。あの人は悪い人です。 いい天気ですね。いいお天気ですね。おはようございます。いいお天気ですね。そうですね。雨、今日は雨です。雪、昨日は雪でした。降る、今日雨が降ります。暑い、 涼しい、寒い、暖かい、多い。6月は雨が多いです。少ない。1月は雨が少ないです。思う。明日は暑いと思います。多分。明日は多分雨だと思います。 きっ,ときっと雪が降るでしょう。傘私の傘がありません。持ってくる学校へ傘を持ってきました。持っていく会社へ傘を持っていきます。番組毎日天気の番組を見ます。 いつ、いつ国へ帰りますか来年帰ります。去年、去年日本へ来ました。今年、今年イギリスへ留学します。来年、来年国へ帰ります。季節、 日本の季節は4つあります。一番夏が一番好きです。なる冬になりました寒くなりましたいつか社長になりたいです。春夏秋冬 花、母は花が好きです。月、月が綺麗です。花見、お花見。日本人は花見が好きです。桜、桜は綺麗な花です。花火、夏に花火を見ました。もみじ、 山ではじめてはじめてさくらをみましたいちどはなみをしたことがあります。なんかいも何回も北海道へ行きましま一度も一いも京都へ行ったことがありません。 公園、公園で花見をします。散歩、犬と公園を散歩します。とても、桜がとても綺麗ですね。本当に、本当にそうですね。ぜひ<非>、ぜひ、私のうちに来てください。 もちろん土曜日のお花見に行きますかはいもちろんです買い物スーパーで買い物をしますをくださいこれをくださいと。 牛乳とパンを買いました。や、など。ジュースやアイスクリームを買います。いくら。このパソコンはいくらですか円。9万円です。高い。このカメラは高いですね。安い。 安いカメラが買いたいです。100、1000、万、億。1>, 1円、10円、100円、1000円、1万円、1億円。ちょっと。 これはちょっと高いですね。では。では、こちらはいかがですか ?6 万円です。じゃ。じゃ、それをください。金、お金。日本のお金は円です。払う。お金を払います。お釣り。 お釣りは850円です。細かい金、細かいお金、細かいお金がありません。足りる、お金が足りません。生活、東京の生活は楽しいです。物価、東京は物価が高いです。いくつ りんごをいくつ買いましたか ?5 つ買いました。全部で。りんごを5つください。はい。全部で500円です。つ。一つ。二つ。三つ。四つ。五つ。 六つ、七つ、八つ、九つ、等。店、いろいろな店があります。やパン屋でパンを買います。デパート、日曜日にデパートで買い物しました。 コンビニ、コンビニでお弁当を買います。売る、コンビニでおにぎりを売っています。売り場、野菜の売り場はどこですかあそこです。コーナー、ニョクマムは醤油のコーナーにあります。棚、 飲み物はその棚です。コピーコンビニでコピーします。チケットコンサートのチケットを買います。カタログパソコンのカタログを見ます。雑誌喫茶店で雑誌を読みました。新聞 コンビニで新聞を買います。欲しい。小さいパソコンが欲しいです。できる。コンビニでチケットの予約ができます。ダンスができます。で、ございます。いくらですか ?3500 円でございます。 お探しですか見せる。かしこまりました。少々お待ちください。どんなカメラをお探しですかあのカメラを見せてください。かしこまりました。少々お待ちください。型。お引き出しですか ATM の使い方がわかりません。お引き出しですかはい。では、こちらへどうぞ。現金。現金がありません。ATM。こちらに ATM があります。おろす。ATM でお金をおろします。まず、 キャッシュカード、次に、暗証番号、押す、それから、金額、確認、ボタン、出る。まず、キャッシュカードを入れてください。次に、 暗証番号を押してください。それから金額を押してください。確認ボタンを押してください。ここからお金が出ます。買える円をドルに変えます。郵便局明日 郵便局へ行きます。ポスト、はがきをポストに入れます。手紙、手紙を書きます。はがき、はがきを3枚お願いします。年賀状、先生に年賀状を出します。出す、航空便で 手紙を出します。メール、メールを送ります。送る、家族に荷物を送ります。切手、切手を買います。集める、切手を集めています。封筒、封筒に手紙を入れます。 外国、外国に手紙を出します。エアメール、イギリスまでエアメールでお願いします。航空便、航空便で送ります。船便、船便で送ります。荷物、郵便局で荷物を送ります。 重いこの荷物は重いですね軽いこの荷物は軽いですねあげる友達にプレゼントをあげますもらう父に辞書をもらいました くれる友達がお土産をくれましたプレゼント弟にプレゼントをあげましたものいろいろなものをもらいましたパーティー友達とパーティーをします始める6時にパーティーを始めます誰 あの人は誰ですかホアンさんですよ。どなたあの方はどなたですかあの方。あの方は大学のスミス先生です。クリスマス。クリスマスにパーティーをします。誕生日。お誕生日。 誕生日はいつですか ?5 月5日です。生まれる。友達に子供が生まれました。おめでとう。おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。わあ。これ、プレゼントです。 わあ,あ、ありがとうございます。何歳ホアンさんは何歳ですか ?21 歳です。いくつおいくつ弟さんはおいくつですか ?15 歳です。歳。1歳。2歳。3歳。 4歳5歳6歳7歳8歳9歳10歳20歳何歳おいくつ何日今日は何日ですか5日です日 すいたち、ふつか、みっか、よっか、いつか、むいか、なのか、よおか、ここのか、とうか、じゅういちにち、じゅうにち、じゅうさんにち、じゅうよっか、じゅうごにち、 16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日 29日、30日、31日、何日。駅、東京駅、大阪駅、広島駅。電車、駅で電車に乗ります。乗る。 急行に乗ります。降りる。渋谷で電車を降ります。切符。駅で切符を買います。次の。次の駅は新宿です。乗り換える。東京駅で乗り換えます。各駅。急行。 特急新幹線新幹線で京都へ行きます地下鉄京都駅で地下鉄に乗ります番線八番線で急行に乗ります南番線新幹線は南番線ですか 14番線です。自動車トヨタは自動車の会社です。車これは車の雑誌です。運転車を運転します。送る車で駅まで送りましょうかありがとうございます。 駐車場、駐車場はありません。止める、駐車場に車を止めます。ここで止めてください。自転車、自転車で駅まで行きます。バイク、バイクで会社へ来ました。バス、 バスで名古屋に行きました。タクシー、タクシーに乗りましょう。飛行機、飛行機で3時間ぐらいです。船、横浜で船に乗ります。乗り場、バス乗り場はどこですか空港、 空港は成田にあります。時刻表、駅に時刻表があります。時間、時間があります。時間がありません。急ぐ、急ぎましょう。どのくらい、どのぐらい、 大学までどのくらいかかりますかかかる。自転車で10分くらいかかります。近い。大学は駅から近いです。遠い。図書館はうちから遠いです。ずっと。特急の方が休校よりずっと早いです。いつも。 いつも飛行機で大阪へ行きます。大抵、大抵バスで帰ります。よく、よく公園を散歩します。時々、時々タクシーに乗ります。だけ、一回だけ飛行機に乗ったことがあります。 どうやって空港までどうやって行きますか新宿からバスで行きます歩く歩いてスーパーに行きます道この道を知っていますまっすぐこの道をまっすぐ行ってください曲がる 信号を左に曲がります。渡るこの橋を渡ります。説明行き方を説明してください。角交差点信号左右橋 東、西、南、北、いくつ目。銀行へ行きたいです。いくつ目の交差点ですか三つ目ですよ。一つ目、二つ目、三つ目、何メートル。 何メートルぐらい歩きますかメートル500メートルぐらい歩きます。隣、間、近く、上、下、前、後ろ、 中、外、あそこここ、そこどこ銀行はどこですか郵便局の隣です出かける。 日曜日によく出かけます。出る8時に家を出ます。去年高校を出ました。着く10時に会社に着きます。会う駅で友達に会います。待つ 1>, 1時間友達を待ちました。 デート、明日、彼女とデートします。約束、友達と約束があります。用事、今日は用事があります。都合がいい、今日は都合がいいです。都合が悪い、明日は都合が悪いです。 ダメです。今日はダメですかはい、今日はちょっと。帰る。約束の時間を変えます。お出かけですかお出かけですかちょっと、まで。はい、ちょっと、新宿まで。よかったら、 よかったら、一緒に広島へ行きませんかはい、ぜひ。すみません。すみません。今日は、用事があります。すみません。銀座までいくらですかでも、ませんかお茶でも飲みませんかはちょっと。すみません。 今日はちょっと残念ですが明日映画を見ませんか残念ですが明日はちょっとまた今度お願いしますまた今度お願いしますチャンスチャンスがあったら北海道へ行きたいです 行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま。おかえりなさい。家。私の家は福岡にあります。部屋。部屋にキッチンがあります。窓。窓を開けます。ドア。 ドアを閉めます。開ける。ドアを開けないでください。閉める。窓を閉めてもいいですか鍵。これはアパートの鍵です。ベッド。部屋にベッドがあります。ダイニングキッチン。和室。 トイレ、お手洗い、布団、テーブル、ダイニングキッチンにテーブルがあります。机、辞書は机の上です。椅子、椅子に座ります。座る、どうぞ座ってください。立つ、ララちゃんは 家の前に立っています。洗濯一週間に一回洗濯します。掃除毎日掃除します。ゴミゴミの日は木曜日です。捨てる木曜日にゴミを捨てます。置くここに 荷物を置いてください。住む家族はタイに住んでいます。住所ここに住所を書いてください。冷蔵庫洗濯機掃除機建物 デパートはどの建物ですかあの建物です。アパートアパートの2階に住んでいます。寮ホアンさんは寮に住んでいます。ビル会社はあのビルです。階段階段はあそこです。 エスカレーター、エスカレーターで5階に行きます。エレベーター、エレベーターに乗りましょう。何階、何階。ホアンさんの部屋は何階ですか 2>, ?2 階です。階、外。10階。 9階、8階、7階、6階、5階、4階、3階、2階、1階、地下。引っ越し。 引っ越しはいつですか転勤来月大阪へ転勤します家賃ここは家賃が高いですところどんなところに住みたいですか便利なところに住みたいです田舎田舎が好きです静かな 静かなところが好きです。にぎやかな、にぎやかなところに住みたいです。便利な、スーパーが近いです。便利です。不便な、このアパートは駅から遠いです。不便です。交通、ここは交通が不便です。庭 庭に犬がいます。木庭に木があります。緑鎌倉は緑が多いです。若いこの町は若い人が多いです。年を取る80歳です。年をとりました。市役所 市役所は駅の近くです。広い。狭い。新しい。古い。いらっしゃい。どうぞお上がりください。失礼します。そろそろ失礼します。またいらっしゃってください。夫。 姉の夫は会社員です。妻。兄の妻は日本人です。ご主人。田中さんのご主人は社長です。奥さん。山田さんの奥さんは料理が上手です。紹介。先生に友達を紹介します。 こちらは、さんです。こちらは、ありさんです。これから、お世話になります。はじめまして、ありです。これから、お世話になります。いらっしゃいます。ご両親は、どちらにいらっしゃいますかトルコにいます。独身。 兄は独身です。結婚、来月結婚します。僕、何を飲む僕はジュース。ありがとうございました。今日はありがとうございました。いろいろ、いろいろと。いろいろ ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりましたいいえ、こちらこそ。気をつけて。お気をつけて。危ない。危ないです。気をつけてください。はい。週末。週末 デートをします。はじめ、去年のはじめに日本へ来ました。終わり、今月の終わりに国へ帰ります。おととい、あさって、先週、今週、来週、先月、 今月、来月、電気,電気をつけてください。つける、エアコンをつけます。消す、電気を消します。明るい、電気をつけると明るくなります。暗い、部屋が暗いです。エアコン、部屋に エアコンがあります。ビデオ週末、ビデオを見ます。スイッチスイッチはドアの右です。回すこれを左に回すとお湯が出ます。引くこれを引くと水が出ます。動くスイッチを押すと 動きます。音。ラジオの音が小さいです。もし、たら。もし、故障したら、修理します。故障。エアコンが故障しました。修理。エアコンを修理してください。呼ぶ。 電気屋を呼びます。直す。弟のパソコンを直します。弟のレポートを直します。製品。電気製品を秋葉原で買いました。病気。 病気になりました。病院、病院へ行きます。どうしましたかどうしましたか熱、昨日から熱があります。風、風ですね。インフルエンザ、インフルエンザです。 お風呂に入らないでください。薬、一日に三回薬を飲んでください。鼻、耳、口、喉、頭、お腹、手、足、お大事に。 お大事に 2>, 2、3日2、3日会社を休みますが、痛い歯が痛いです歯医者さん昨日、歯医者へ行きました一人で一人で病院へ行きます 健康健康に気をつけています健康保険証病院に健康保険証を持っていきます体妹は体が弱いです体にいいジョギングは体にいいです 調子、体の調子が良くないです。疲れる、疲れましたね。少し休みましょう。はい。眠い、今朝5時に起きました。眠いです。早く、早く寝た方がいいですよ。大変な、 毎日残業します。大変ですね。最近、最近仕事が忙しいです。心配、母が心配しています。タバコ、自動販売機でタバコを買います。吸う、ここでタバコを吸わないでください。禁煙、 駅は禁煙です。大丈夫な。一人で大丈夫ですかはい。無理な。無理なダイエットは良くないです。ダイエット。ダイエットをしています。思い出す。時々家族を思い出します。寂しい。 友達が国へ帰りました。寂しいです。久しぶりです。お久しぶりです。あ、元気ですかお元気ですかおかげさまで。ホアンさん、久しぶりですね。あ、鈴木先生。 お久しぶりです。お元気ですかはい、おかげさまで。体の調子はどうですかおかげさまで良くなりました。パスポートいつもパスポートを持っています。ビザ大使館でビザをもらいます。大使館大使館は 東京にあります。大切な暗証番号は大切です。なくすうちの鍵をなくしました。貸すお金を貸してください。借りる友達にお金を借ります。図書館で本を借ります。 返す図書館に本を返します無駄な無駄な買い物はしませんいる留学するときビザがいりますえっこのカメラは50万円ですえっ本当本当ですか 嘘、嘘じゃありません。本当です。こと、インターネットで日本のことを調べました。お祈り、毎日お祈りをします。触る、この絵に触らないでください。将来、将来。 研究者になりたいです。夢大きい夢があります。留学アメリカへ留学します。研究10年ぐらい経済を研究しています。研究者父は経済の研究者です。大学院兄は 大学院の学生です。専門山田さんの専門は経済です。経済大学で経済を勉強しています。美術専門は美術です。地球地球のことを研究しています。について 日本の経済について調べています。辞める。来年、会社を辞めます。考える。将来のことを考えています。もう。もう、将来のことを考えましたかまだ。いいえ、まだです。これから。 これから考えます。そしてこのロボットは言葉がわかります。そしてダンスもできます。前パーティーの前に買い物をします。あと買い物の後料理をします。もうすぐもうすぐパーティーが始まりますよ。 すぐ。わかりました。すぐ行きます。あとで。今、レポートを書いています。あとで行きます。また。また、あとで、電話をかけます。までに。レポートは、明日までに書きます。ですから。ですから、今日は、 どこにも行きません。そんなに。毎日、忙しいですかそんなに忙しくないです。だんだん、だんだん難しくなります。みなさん、ロボット。へえ、すごい。みなさん、 今日はロボットについて話します。このロボットはいろいろなことができます。へえ、それはすごいですね。特に、特に漢字が難しいです。なかなか、難しいです。なかなか答えがわかりません。が、 考えましたが、わかりませんでした。研究は難しいですが、面白いです。けど。考えたけど、わからなかった。研究は難しいけど、面白い。そうですね。仕事はどうですかそうですね。忙しいですが、 面白いです。失礼ですが。失礼ですが、お名前は山田です。聞く。保安さんに住所を聞きます。あの、えー、っと、でも、どうして、から、そうですか。 わかりました。あの、郵便局はどこですかえっと、あそこですよ。でも、今日は休みですよ。どうしてですか土曜日ですから。そうですか。わかりました。ありがとうございます。